中年オタッキーです。ジャンクカメラファンの皆様、お待たせいたしました。はい、開封動画ですね。これね、出品者がね、女の人でした。で、説明文もね、よくわからなかったんでね、多分安くなったと思うんですけども、まあ値段とかはそのうち、動画の本編の方で、言っていきます。それでは動画スタート。はい、それでは開封してまいりましょうか。今回はね、ちょっと面白いカメラが入りましたんで、まあまあの値段はしたんですけどね、ちょっと競り合いになりまして、そこそこの値段しましたが、結果的には多分いい買い物になるんじゃないかなと思うんですけどね。よいしょ。やっぱみんなね、怪しいものにはね、ちょっと二の足を踏むっていうね。で、その怪しいものに一番に飛び込んでいくのがこの私でございます。理由はそっちの方が安いから。はい、まあ、こんな感じですね。新聞紙とプチプチで、あ、一応ね、レンズと本体に分かれています。では本体の方から開けていきましょうか。結構丁寧、さすが女性だな。丁寧に、作ってありますね。これはもう間違いなくね、あのレジ関係の仕事をしたことがある人の作りですね。これはストラップがついてる。はい、出てきました。ソ連製のカメラですね。ゾルキー 3C っていうカメラになりますね。使い方が分かりません。ちょっと粘ってるって話だったんですが、あー、粘ってると言われれば粘ってるかな。まあでも全体的に針側は、まあ見た目は綺麗ですね。で、まあバルナックライカのコピーになるんで、いきなりシャッター切れますね。で、シャッタースピードがこれどう合わせるんだ、どこに合わせるんだ、わかんねえ。これは違うのか。ん、使い方がわからない、使い方がわからないと使い方がさっぱりわからない。はあ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 、なんか分かったような気がする。あ、でも回らないな。わかんねえ。ちょっと後回ししよう。底蓋、これ2つを緩めて開けるのかな、これ。はい、開きました。おお、なんか出てきた。あ、これスプールだな。スプールべった意識ですね。んで、よっ、うん、こっちから見る限り膜は綺麗だけど速度が出てないな。あー、光漏れてるな。光は漏れてます。このカメラはこのままでは使えません。うん、マジックで塗るか。ライカに詳しい方ならよくわかるんですけどね、これね、多分レンズで焼けちゃってるんですよ。でね、強い光がね、通しちゃってます。シャッター膜を交換しないと基本的にはこれ使えないですね。先膜が焼けてます。
鳩膜は大丈夫みたいですね。うん、はい、これはこのままでは使えないです。シャッター膜を何らかの補修をしなければなりません。外観は綺麗ですね。結構撮影枚数は多そうです。ちょっと反射するかな。これフィルムのね、押さえ、なんだったっけ名前忘れた。やった。で、結構フィルムが走った跡がありますね。なんかソ連のカメラは初めてですけど、精度は悪くないっぽいですね。まあライカに比べたら随分落ちるんでしょうけどね。ファインダーは恐ろしくクリアですね。二重像もしっかり見えてます。これは使いたいね。ぜひ、シャッター膜をなんとかして使いたいと思いますね。とりあえずこれを置いといて、実はメインはレンズ狙いでした。もうね、コピーライカに詳しい人だったらね、このカメラに何のレンズがついてるかっていうのはね、もう分かると思いますが、このカメラの標準レンズですね。製造時というか販売時についてきた、レンズと同じものが付属しております。はい、出てきましたね。割りもんですね。カビ一つ、塵もほとんどない。塵もほとんどありません。これは、何もせずに使えますね。オールドレンズとかね、コピーライカのそのLマウントのレンズに詳しい人ならよく知ってるレンズです。これね、ジュピター8っていうね、50mm の F2.0 です。かなり映りがいいという評判ですね。よっと。ネジ山が崩れてたりしてね。大丈夫そうです。かなり綺麗だな。ちなみにね、このジュピター8のオーバーホール品が、アマゾンで2万円前後で売ってます。距離計が、だいたい合ってるな。精度は出ているようですね。指導補正がついてるという話なんですけど、どこで調整していいのかは分かりません。これね、CCCP っていうのマークがねついてますね。これソビエト連邦のね、ちょっと年を取った、僕ぐらいの年代の方だったら知ってると思いますけど、ソ連はね CCCP が何の略かよくわからないんですけど、今回のカメラねこんな感じなんですけどね、とりあえずこのままでは使えないし、使い方もわからないんですね。スローシャッターの点検ができないとどうしたらいいんだ。回んないもんな。いや回んないな。どこをどうするんだ。変わらないな。いや、マジでわからん。マジでわからんぞ。ちょっと調べます。はい、わかりました。まずはフィルムを巻き上げて、これで合わす、これ引っ張り上げて合わすんですね。だから最高速にしたかったら、これをおいしょっと1000分の1に持っていくと。めんどくさ。よいしょ。
めんどくさ。ちゃんと降りたか。でスローシャッターはここで合わせと、10分の1、5分の1までいけるんか。うん、まあ動いてるようですね。そんなわけで、まあ感動品は感動品なんでしょうね、多分これね。シャッター幕だけが問題ですね。なんか塗るか、なんかないかな、ゴムを補修するようなやつを軽く塗って遮光できるかどうか試してみたいと思います。このままではこのカメラは使えませんが、レンズは使えます。レンズはね、もう非常に定評がある、ジュピター8のね F2、ですんで、まあジュピター8は F2 なんですけど、で絞りバネもね、よっと、ご覧のようにね動いてますね。はい、これ本当にねめちゃめちゃ綺麗なバリモンです。でこれでね、落札価格が6001円でした。送料込みで7101円ですね。非常にね、今回お得な買い物をしたと思いますね。これファインダーはあれだな、枠がねえんだな、枠ないんだ。これで 50mm の画角なのかな。あのね、アイポイントがめちゃめちゃに低いです。もうね、目をね、そのレンズ接眼部にねひっつけないとね、四隅が見えないぐらいアイポイントが低いですんで、メガネをかけてる人はもうこれ使えないですね、多分使えないです。メガネ付きの人は使えないです。で指導補正をどうやるのか、やり方がわからないんですけど、まあ指導補正なくてもね、それ見えるんでいいんでしょうけどね。とりあえずは見えてますね。ファインダーは非常に明るいです。こうほぼっていうか完全に等倍かもしれない、等倍っぽく見えますね。シャッター幕だけね、なんとかしてね、使ってみようと思います。もしどうしようもなかったら、このレンズを、キャノン7に、つけて撮影することになるかもしれませんね。はい、今日のね、ジャンクカメラ開封の儀、まあ100点と言ってもいいですね。レンズがいいんで、カメラはおまけみたいに考えてましたからね、カメラもなんとか使えるようにしたいです。はい、それでは次に行きますね。このカメラね、修理完了しました。シャッター枠が焼けて、まあ、穴が開きかけていた、ちょっと薄くなってたんですね。遮光する部分が剥がれ、一部剥がれてたんですけど、このマスクをばらしましてね、これ普通のマスクですけど、ばらしまして、穴が開きかけてる部分と同じ大きさに切って、これフオリフって言ってね、光通さないんですよね、基本的にね。まあ、言ったらウイルスとか通さないやつなんでね。でこれを切って同じ大きさにして、マジックで黒く塗って、接着剤、汎用接着剤でひっつけてあります。これ布も使えるやつなんでね、無事ひっついてね、すでにねフィルムが入って写真撮ってます。これ安かったですね。ジュピター8、ね、のバリモンがついて、感動品のね、キエフじゃねえやゾルキーが、7000円ちょっとな、送料込みでね7000円ちょっとになったんですけど、安かったっちっても結構ね、出費がかさんでますね。今月ちょっとね使いすぎました。先月も使いすぎてるんですけど、
またお小遣いがなくなっていきますね。また今の時期ね、あのうちの会社あのジュースがね自販機で1本40円でね 500cc のあのドリンク売ってるんですよ。それであの自分そこで買ってねあの、持って行ってます。そうしないとあのもう外で買えないんで、お金ないんでカメラの買いすぎでねお金がないです。はい、じゃあここからはねあの俺のカメラになりますね。はい、あちゃうわ投稿写真のことです、すいません。トップバッターはね井上ひじりさん。タイトルがねアジサイ、キャノン EOS6D、EF2474L-IS-USM ということですね。これ2枚着てますけど、2枚とも同じアジサイでいいのかな。写真なんですけども、ちょっとねあの2枚とも甘すぎるといえば甘すぎるのかな。結構ねオーバーで撮られてるんですね。アジサイ側がオーバーになってるんですよ。でそれでね後ろの背景がかなり暗く沈んでるんですけども、この場合はこれで良かったのかもしれませんね。モノクロで撮ってるんで、カラーだとねちょっと色が抜けてしまう現象になるでしょうけど、これモノクロで撮っててね、その背景からその浮きアジサイを浮かび上がらせるのは良かったんだと思いますね。もうひとひねり欲しかったかな。あでもこれでいいかな、難しいな僕だったらアジサイ2つ重なってるところを狙うかな。まあこれでもいいんだと思いますね。はい、井上ひじさんありがとうございます。次はね未完成人さん、でタイトルが懐かしのポスト、カメラミノルタ X7 レンズがMC6HOL PF、50mm F1.7 で撮影、期限切れフィルム、のヴィーナス400 2009年2月期限切れ、期限切れフィルムは初めて使いましたが、やはり青みがかった描写になりました。 ISO100 で撮っているということですね。X7 プリズム不織でしたが、分解してミラーシート貼り付け調整して現役で使用中ですね。僕もねこのプリズム不織の X7 ねあの直そうと思って壊しちゃったんですけど、写真なんですけどねこれあの期限切れフィルムのね色が、よく出てますが、これ全部シャドウなんですね。全部が影で、もうちょっと光が欲しかったけど、これもしょうがないのかな。光が当たる時間に撮りに行きましょう無茶なって、まあそんな感じですね。未完成人さんありがとうございます。次がクスクスくんさんの、これ3枚組ですね。タイトルがね朝開く、カメラがソニーの α7II、 レンズが、1枚目と2枚目がね newfd200mmF4、3枚目が newfd50mmF2 ということですね。3枚目の、newfd50mmF2 の写真は、クローズアップフィルター仕様ということです。ベタな花の写真です。ハスは朝開きますが、休みに早起きして朝5時から撮影しました。散歩も兼ね曇りでしたが、レンズとお天気で柔らかい絵かなと。これねまあ3枚目が特にそうなんですけど、この柔らかいねあの描写で、この光がない状況でねそのうまいことね印象深い写真になってますね。1枚目2枚目もなかなかいいです。この1枚目はねその背景の玉ぼけが綺麗になってますし、2枚目はねあえてそのハスの花びらが落ちたやつを手前にメインの被写体で持ってきてね、あの後ろにねその咲いてるハスの花をね持ってくるっていうね、ちょっとね、なかなか通好みっていうか、いい写真になってますね。クスクスクさんありがとうございます。次がスーさんかな。スーさん初投稿ですね。タイトルがね同じ方向を見つめて、使用カメラがキャノンデミエス、使用フィルムがね富士カラー100ということですね。他社の意見を聞いてみたかったので、普段から YouTube で拝見している中年オタキさんの動画に投稿してみようと思いましたということです。この写真なんですけどね、できればこれね柵の間から撮りたいなっていうとこなんですけど、カメラがデミエスなんですよね。だからその柵の間から撮ると多分ね寄りすぎで
ピントが合わないでしょうね、多分ね。これ難しいですね。まあ、被写体としてはいいんですけど、環境が良くなかったですね。写真って難しいですね、本当にね。僕だったらそうだね。トリミングするかな、横構図にトリミングするかな、それぐらいしか逃げ道がないかな。まあでも向こう側の反射も欲しいし、まあ、これはこれでいいのかな。はい、スーさんありがとうございます。また次も投稿してくださいね。次がね、イクオさんの作品、タイトルがね、穏やかな今日の天気。カメラペンタックス LX、レンズがリコー XR リケナン 50mmF2、フィルムがね、オリエンタルニューシーガル100ということですね。この写真なんですけどもね、ごくごくね、平凡な街並みを撮ってますけどね、なんだか印象深いと思いません、ね、皆さん。これね、光の境界線で撮ってるんですね。画面右側に日が照ってて、メインの被写体であるこっちの通りはね、日陰になってるんですよ。こういう状況はね、非常に印象的な写真になりやすいです。ただ僕ならば縦構図にトリミングするかな。まあこれでもいいんだろうけど、手前のね、そのこれガード下かなんか、建物の内部かわからないけど、ちょっとごちゃごちゃしてるんで、僕だったら縦構図にトリミングするかな。まあこんな感じですかね。一光さんありがとうございます。これ結構いい写真だと思いますね。今日の作品紹介はこれだけになるかな。3、4、こんだけですね。はい、次はね、俺のカメラのコーナーにまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラはね、サムライジャパンさんから、ヤシカマット 124G ってことですね。ロボット的なイメージで撮ってみました。これは面白い写真ですね。いや、ただね、ちょっとカメラ感がちょっと弱いですよね。これカメラ感が強かったらね、タイトル画面確定っていうところなんですけど、もうちょっとね、もう普通の人になりかけてるんで、惜しいですね。こういう写真望んでたんですけどね、タイトル画面にはちょっと届かないから、楽しい写真ね、ありがとうございます。実はね、俺のカメラ結構待機者いるんですけど、今回もね、1名の紹介でいきます。ちょっとね、待機者貯金してます。次はね、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー、今日のね、やっちまったですね。王林さんからの投稿です。やったやっちまったのコーナーに投稿します。ずっと探していた念願のコニカ 3AF1.8 をメルカリで購入しました。開封して後玉カビがあるものの、前玉と外観は備品、やったと思ったのつかの間、 3A 命のファインダーが割れてました。確かに写真紹介に写ってませんでした。頑張って代わりのガラスを見つけたいと思います。生きているファインダーを一回出せますよ。写真2枚まとめての送り方が分からないので、この、ああ、なるほど。割れたファインダーの写真。これね、割れてますね、見事にね。僕もね、持ってることは持ってるんですね。これ、よいしょ。F2 なんですけどね。僕の F2 なんですけど、コニカ 3A 持ってますけど、まあ、これ単純な平ガラスですよね、多分割れてる部分は。だからね、ガラスを切り出してもいいと思います。同じ厚さのね、ガラスをね、同じサイズに切り出せばね、これ使えると思いますよ。頑張って探すか、職人さんに任せるか、どちらかになりますね。これね、非常にね、いいファインダーなんですよね。これ等倍ですかね、これパッと見等倍ですね。ちょっとデータははっきり分かんないですけど、しかもね、
この年式にしてね、パララックス自動補正なんですね。コニカ 3A ね、魅力的なカメラになりますんでね、ぜひぜひ修復してね、復活させてください。ほんで、いい写真撮れたらね、また投稿していただければと思います。はい、王林さんありがとうございます。今日のね、動画はこんな感じになります。ちょっと、ヤフオクでね、続々とカメラ落札しておりまして、もしかしたらね、開封動画が続くかもしれないんですけど、今日届く予定だったカメラが届いてなかったんで、まあ、どんな、動画の並びになっていくかちょっと今後、まあ、お楽しみということになりますね。はい、今日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はね、ぜひぜひチャンネル登録、お願いします。この辺に出てきますので、ね、チャンネル登録ボタンから、お勧めください。で時間のある方はね、またリンク出てきますんでね、リンクの方もね、で過去動画の方はね、なんだっけ、再生リストからね、僕の再生リストから見るとね、見やすくなってます。あと、投稿写真のコーナーとか、その他の投稿のコーナーなんですけども、YouTube のチャンネルの概要欄に、投稿方法を、記載してあります。最近ちょっと決まった方からの投稿が多くなってます。まあ、それはそれでいいんですけど、新鮮味がね、あっても面白いんで、新しくね、どんどん挑戦していただければと思いますね。はい、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。それでは。